北海道北部の日本海に浮かぶ手売島。ここには貴重な海鳥たちが絶景の中繰り広げる感動の命のドラマがあります。ここで暮らすネイチャーフォトグラファーがガイドする旅が今、野鳥や自然を愛する人々から人気を集めています。その魅力あふれる鳥の世界とは。フォトグラファーが撮影した映像と一緒に見ていきましょう。この斜面にあるたくさんの穴は何でしょう。ウトウという海鳥が掘った巣穴で、この奥で産卵をしてヒナを育てます。巣穴の数は40万以上、つまり80万羽を超すウトウが繁殖をしており、手売島は世界一の繁殖地なのです。4月の早朝、海上では世界的に希少な海鳥ケイマフリが繁殖地の沿岸に集まります。一時は減少が心配されたケイマフリ、近年は繁殖が安定し、約800羽がカウントされるようになりました。手売島は国内最大の繁殖地で、世界で最も観察に適した場所です。春はつがいで鳴き合いながら求愛や交尾が行われます。手売島の海岸ではこの頃、さまざまな海鳥が巣作りをし産卵を始めます。ウトウのヒナが穴の中で孵化したようです。親鳥が魚を運び始めました。他の海鳥も孵化が始まり、親鳥は子育てに大忙しです。ケイマフリもヒナが孵化したようです。崖の隙間では2羽のヒナが魚を待っています。手売島ではフォトグラファーが操船するボートに乗って海鳥たちのありのままの姿を一緒に観察したり撮影したりできるのです。私たちは
ウミガラスの巣立ちに出会いました。親鳥がヒナに巣立ちを促しています。なんて生命力に満ちた姿でしょう。北の離島にも夏が訪れる7月、他の海鳥たちも続々と巣立っていきます。初めての海への旅立ちはヒナにとって未知なるドラマの始まりです。ウトウのヒナの巣立ちです。早朝、海の上で巣立ったばかりのウトウのヒナと出会いました。そして断崖から巣立ったケイマフリたちも親鳥の群れに混じって島を離れていくのです。テウリ島では毎年春から夏にかけて海鳥たちの命をつなぐ壮大なドラマがすぐ目の前で繰り広げられます。それは忘れられない感動の物語としてあなたの心に刻まれるでしょう。